水中処分隊は海上自衛隊の部隊、地方隊の警備隊、または基地隊の例下で海上における危険物の探知、処分や水中機材の調査などを担当する。町は水中処分隊長。従来、大気雷戦は総改定によって担当されてきた。しかし、第二次世界大戦中の鎮定艦王機雷の普及に伴って直接機雷を探知。 処分する嫌いい相当の必要性が高まっていたこのことから、まず1954年5月より、横須賀基地において、アクアラングによる潜水訓練が開始された。1961年3月、初の水中処分隊として、横須賀地方隊の横須賀防備隊霊下に、定員15名及び支援船1隻を持って、横須賀水中処分隊が編成された。その後、 1967年10月に、くれ、1977年12月27日には、佐世保、舞鶴、大港の各地方帯及び沖縄基地帯に水中処分隊が認められ、各地方隊への水中処分隊配備が実現した。なおこの間、1966年2月4日に、発生した全日空羽田沖墜落事故に際しては、総海転が、 平井探知機で探知した目標を、横須賀水中処分隊が機体と確認、遺体の要求を行ったことから、水中処分隊の存在が広く、国民に知られるようになった。なお、水中処分隊以外にも、1965年8月には2個、総海大軍司令部に、 それぞれ7名編成の水中処分班が配備され、昭和42年度計画で整備を開始した380トン型総改定より、水中処分員が定員として認められることになっている。これは、イギリス海軍のトン型総改定で確立された2周波数の機雷探知機と水中処分員による機雷相当システムの導入に伴うものであった。2008年3月26日、 海上自衛隊体制移行に伴い、総海隊軍司令が地方対総海隊及び地方対水中処分隊の水中処分班に対しても、連度管理統括者として、部隊を育成、向上させる役割を担うこととなった。ありがとうございます。